Bonjour! 富岡製糸場の国際交流員のベロニッピと申します。今日もよろしくお願いいたします。早速ですが復習しましょう。元気はフランス語で何と言いますか？そうですね、サバ、サバと、なります。次です。こちらですね、また明日。そうですね、アドマン、アドマンと言います。で、そして最後です。ありがとうはフランス語で何ですか？はい、メルシーだったんですね。はい、では今日のレッスンに移していきたいと思います。セパチー、こちらです。色になります。お店にいるとしましょう。例えばこれ、ぐんまちゃん、これの値段は何ですかと聞きたいときに、まあこれでもいいんですけど、この黄色のものはいくらですかと、聞けるようになれば、もっと簡単に伝わるかと思いますので、色を今日勉強していきましょう。ちなみに、フランス語で色は les couleurs と言います。色は couleur で複数形を表すレを入れました。はい、最初に習うのはこちらです。赤ですね。フランス語で rouge rouge と発音します。カタカナにすれば rouge になりますね。こちらのリップのことなんですね。しかしフランス語だと、あのルージュといえばリップの意味が全くなくて、ただその色の名前です。なので使うときにちょっと気をつけてください。次です。ちょっと待って、これは英語ですと、言う方が多いかと思うんですけれども、なんとこちらのオレンジは、フランス語と英語も一緒です。書き方ですね、発音はちょっとまあ、いつも通り違いますけど、フランス語はオランジュ、オランジュ。今日たくさん出てきますね、あるは。まあ練習の機会になります。オレンジという果物のことも、オランジュと言います。なので、果物の名前も、同時に覚えていきましょう。次は黄色です。ジョーヌ、ジョーヌと発音します。あとうの連続の文字があればお、おになります。こちらのイラストは皆さん、それは何か心当たりありますかね。去年は黄色ベスト運動、という、マクロン政権に抗議する運動があったんですけれども、建物や設備の破壊を行ったりして世界中にニュースになったかと思います。黄色ベストという言葉もフランス語で、覚えていきましょう。ベスト、ジャケットは、ジレと言います。で、ジョーヌは、まあ、黄色ですね。ジレジョーヌと言います。次はなんと私の大好きなおかいこさんが現れました。なぜおかいこさんを入れたか後で説明します。緑の音発音を覚えていきましょう。 vert vert です。フランス語は同音語が、多いです。なので書き方が違っても発音は、同じ、という言葉があります。 vert は、その一つです。この vert、緑の t を、外せば毛虫になります。 soie はシルクのことです。なのでシルクの毛虫になります。その理由で、おかいこさんを入れさせていただきました。vert を書くときに、書き方に、特に注意してください。一番、こちらはフランス語でブルー、ブルーと言います。英語でもこんな風に書くんですけれども、こちらの絵文字だけが、反対になってしまいますので、それに、注意してほしいです。こちらは英語のブルー、こちらはフランス語のブルー。ブルーとブルーは違います。では、次は、皆さんが大好きなモンブランです。
皆さんご存知ですかね。モンブランはこのように書きます。フランス語で、モンは山のことです。ブランは城、なので直訳すれば、白い山、という意味になります。発音を練習してみましょう。ブロン、ブロンです。はい、では今日の最後の言葉になりますので、もうちょっと頑張りましょう。こちらです。ノアーフ、ノアーフ、皆さんその文字の連続を見たことがありませんか？私はチョコレートが大好きなんです。なので初めて富岡に来た時にスーパーに行ってブラックチョコを買いました。バンチョコのパッケージングの上にフランス語の黒が書いてありました。ブラックチョコということで黒を入れるのは、いいかもしれません。なので皆さん、今度の買い物の時にノアフが書いてある、バンチョコを探してみてください。でちなみにですね、子供がいれば、分かるかもしれませんが、2018年に放送されたプリキュアラモードの、中の一人の悪人の名前はノワールでした。なのでその悪人の名前は、クロウでした。では皆さん、そろそろ終わりになるんですけれども、色を覚えたので、国旗について話したいと思います。最初は青ですね。青は何か覚えてますか？ブルーだったんですね。青は昔から、パリの色だそうです。なのでパリを入れました。そして白、ブルーはあの国王の、象徴とされています。もちろん現在フランスは、共和制体なんですけれども、1789年までに国王だったのです。今でも白が、残っています。で次は赤ですね。ルージュ、革命の時に流された血を表す色なんですね。だけど大統領官邸によると、赤は昔からパリの色でもあります。青と一緒です。はい、ではでは7つの色を覚えましたか？お蚕ゲームで挑戦しましょう。